みなさんこんにちは7月27日土曜日リビングライフの時間です私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦氏と申します今日も御言葉の恵みを共に味わってまいりましょう本日私たちに与えられました御言葉は旧約聖書詩篇116篇の一節から十一節 本日のテーマは「純粋な信仰の祈りは生けるものの地を味わわせます」です。詩篇116編,11編1節から11節私は主を愛する」「主は私の声」 私の願いを聞いてくださるから、主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時、私は主の皆を呼び求めた。 主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。まことに私たちの神は憐れみ深い。主はわきまえのないものを守られる。私が貶としめられたとき私をお救いになった。私の魂よ。 お前の全き憩いに戻れ主はお前によくしてくださったからだ。まことにあなたは私の魂を死から私の目を涙から私の足をつまずきから救い出されました。私は生ける者の,の地で主の御前を歩き進もう私は大いに悩んだと言った時も 私は信じた私は慌てて「すべての人は偽りを言うものだ」と言った本日私たちに与えられました紙篇の御言葉は「祈る」ということの幸いを私たちに伝えている賛美であることに皆さんもお気づきになられたかと思います。 私は今日この御言葉をですねいただいたときにやはりこう一つの確信に導かれるわけなんですね。それは一体何かというとやっぱり私たちの神様は祈りを聞かれる方であるっていうことなんです。皆さんアーメンでしょうか。私はですね本当にこの神様に祈るっていうことがですねもちろん時には辛い技であるということ。 思うことがあるんですつまり私たちが神様に祈る時にですね、まあ、祈りにはさまざまな要素があるんですね。神様を賛美することとか神様に感謝することとかこの御国がなるようにと祈ったりまた取りなしたりまた私たちのこの願いの言葉を言ったりでもそういうものすべてを通して私たちは自分の思いをすべてこう神様にさらけ出すわけです。でもでももすねさらけ出しても 神様は本当に私の祈りを聞いていてくれるんだろうかと思うことっていうのは実は正直私の中にもこうあったりするんですねでもそういうことを思うとですね後で神様はいやそういうふうに自分が思ったのはやっぱり間違いでしたということをですねこう気づかせてくださるような出来事を 私にこう気づかせてくださるんですね。ああやっぱり神様この祈り聞いててくれてたんだなと。で私はその時思うんです。やっぱり神様がこう祈りを聞いてくださるそしてこの私たち一人一人にですね神様がそのこう祈りに応じたその指し示しということをなしてくださるときに。 やっぱり神様のご計画があるとということなんです私たちはついついこうやっぱり自分の願いをしててしてしまうそこにはやっぱり祈りの主体が私にあるっていうこのことがもしかしたらその祈りを聞かれない祈りが聞かれないと思った時に思うさまざまな抵抗感であるとかまた落胆の思いであるとかですね 場合によっては怒りにも似たようなですねそういう感情へと私たちを追いやってしまうということはあると思うんです。でもですね神様はやっぱり祈り祈の主体とななられる方なんですねやっぱりこう私たちが祈った時にその祈りを答えまた祈りに対して神様の御心が働くということがやっぱり一番大事なことであって。 そこはやっぱり神様が私たちの祈りの主体であるという自覚があれば、私たちの祈りはやっぱり純粋になっていくと思います。今日のこの御言葉で詩編作者はですね、やっぱり私は神様に祈ろう、私は生きる限り主を呼び求めようと、この2節の中にも書かれていますけれども、やはりその、 私たちがこう本当に生きる限り主を呼び求めよう祈ろうというです、ね、この背景にはこのあと3節に書かれているやはりそこに至るまで私たちは何も考えずに神様の待ち望んでいたかというとそうではなかったんですよね。 3節には死の綱が私を取り巻き黄泉の恐怖が私を襲い私は苦しみと悲しみの中にあったその時私は主の皆を呼び求めた主よどうか私の命を助け出してくださいと。だから私たちは本当に苦しい時にこそですねやっぱり神様により頼むこれを目指したいんですでも私たちは決して強くはない でも主はそんなことを全て分かっておられるというのがこの「六節以降に書かれている言葉です主はわきまえのないものを守られる私が貶しめられた時私をお救いになった」って支援作者が言っているわけですだから私たちは祈る時にやっぱり祈りが聞かれないということに対するさまざまなですねネガティブな思いはもう起きるのはしょうがない。 もう私たちがけあるゆえの特徴なんですこれはでもそういう時に私たちはじゃあ祈ることを諦めるのかもう祈りには効き目がないと思ってしまうのかそうじゃないんです。テンションは少し下がるかもしれないトーンは下がるかもしれないけど祈り続けるとということが大事なんです、まあ、そのことがですね今日この詩篇第116編の中で語られているわけですけども。 私はまあちょっと個人的な証しになるのですけれども実は本当に最近ですねあやっぱり神様って祈りを聞かれる方なんだなということを強く感じるそのような機会をいただきました実はちょっと祈り続けていたたことがあったんですどのぐらい祈り続けていたかというと7年間祈り続けていました。7年って結構な あの期間なんですね実はでも私はそれですでもこれはどうなってしまうんだろうこの後って思うようなですねそういう出来事だったんです。まあ、具体的に言うとですね「えー、私に絶好だ!」と捨て台リフを吐いてですねそれから全く関係が取れなくなってしまったある人がいるんです。 私もですね実はそう言われた時にね結構怒ってたんですそんなのこっちだってそうだっていうふうに実は思っていた、えー、牧師がそんな人を許せなくていいんですかって言われたとしたら本当にごめんなさい私はやっぱりそういうふうにこう不信仰な一面をですねどうしてもさらけ出してしまう。ででも神様にですね やっぱり祈るわけですよもう絶好って言われてしまってもうそのことが私にとって苦しくてたまりませんと「神様何とかしてこの苦しい状態を取り除いてください」と祈りました祈ったんだけども全然聞いてもらった感触がないんですね。状況はどんどん悪くなるばかり。どんどん悪くなるばかり。 そしてですね周りは言うんです「もういい加減仲直りしたらどうなの?と」とでも私の中でですねどうしも自分の中でやっぱり祈ってはいても実は本当に神様に委ねていたんだろうかっていう,うに思うこともあったしで神様はなかなか自分の祈りを聞いてくれないということに対するですねそのすごいつらい思いもあったんです。 でも神様ちゃんと聞いてくれました実は本当に最近ですねその仲介をしてくれる人が現れたんですそして実はその仲介する人は実はその絶好だと私に言った人に対し言った人の気持ちを私に教えてくれました実はその人も 最近はもう前に言ったことはもう後悔しているとそしていい関係を結びたいと思っているんだけどあなたはどう思うかと聞かれたんです私私は思いましたね本当に神様は祈りを聞かれる方だと私だって別に仲違いし続けていることをですね別に望んでなかったいつかまた前のように親しくなれることをですね 願っていたわけですやっぱりそういう,こう思いがあった時にやっぱり神様は私たちが本当にこう自分の思いをさらけ出してです、ね、神様に向いた時にやっぱり私たち一人一人をです、ね、本当にこのこう喜び本当にこの命が通ったようなそういう関係性へと戻してくださるということをです、ね、知って私は神様を賛美しました感謝しました。 あのもし皆さんの中にですねそういう状況の中にあればぜひ祈ってほしいと思うんですもう少し質問のあとでですねそのことをこう考えてまとめてみたいと思います。 自分の祈りが聞いてもらえない神様に聞いてもらえないって思ってもですね是非皆さん諦めないでくださいあの神様は私たちの思いがどこにあるのかということを全てご存知なんです。で神様が私たちが本当に祈った時にですねベストタイミングを持って神様のやり方でそのことを明らかにしてくださいます。私はあ先ほどお話しした自分のことですね こうしてその人と久々に会えることになりましたこれから会うんです実はそれで私はですねそこでまた祈りたいと思うんです神様私はあなたがこの関係に平安を与えてくださることを信じますからどうぞあなたの御業を見せてくださいと祈りたいと思います私は生けるものの地で 主の御前を歩み進もうというこの旧説の言葉に従ってですね歩んで参りたいと思いますぜひ皆さんと一緒にこの喜びの経験を味わってみたいと思いますそれではお祈りいたしましょう祈りを聞かれる主よどうぞ私たちの祈りを聞いてくださりそしてあなたのベストタイミングの時をもって 私たちにそのことを示してください。私たちもそのことに信頼して祈り続けるものとならせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。